皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。EL では初戦から甘くないところを見せつけられたブライトンだったけど、リーグ戦では見事な勝利を収めたね。というか、三笘が出てきたなぁと思ったら次の瞬間にはゴールを決めていたんですが、本当にあっという間だったよね。ボーンマスディフェンダーの頭での中途半端なボールを拾うとそのままドリブル。三笘と同じく後半頭から投入されたアンスファテに展開すると三笘はスルスルと中へ。空いたスペースにアンスファテが見事なパスを出すとワンタッチでかわしてそのまま流し込んで見事な勝ち越しゴール。なんていうか、あんな簡単にゴールが決まるんだなって印象。同じプレミアとはいえ、ボーンマスは未だに今季未勝利。チームとしても個人としても違いを見せたゴール。前半、EL の影響もあってスタメンをいじってきたブライトン。内容的には褒められたものではなかったけど、後半に入って、メンバーを入れ替えることで持ち直した感じだね。三笘はもう1ゴールあげましたしね。だね、後半32分に今度は相棒のエスプピニャンからドンピシャのクロスをヘディングでゴール。三笘のポジショニングが素晴らしかったですね。エスプピニャンのクロスがあそこに上がった時点で半分決まったようなものだったけど、三笘も頭でうまくファーに流す見事なゴール。三笘ってヘディングも上手だよね。ですねー。まるでゲームのようなゴールでした。ブライトンサポーターも後半から試合の流れを変えた三笘に多くの賛辞の声が目立ったね。三笘がゴールをするのに必要な時間は17秒だ。キング三笘、疲労も踏まえると彼をスーパーサブで使うのは今後も機能するのかもしれない。デゼルビの新しい戦術だ。前半はなんとか耐えしのぎ、後半に三笘を投入する。三笘はゴールマシンでドリブルの神。エスプピニャンは魔法のようなクロス。そしてダンクは守備面においての神だ。クロスがいないことの影響の大きさが目についた。三笘も同様だろう。彼はどの場面でも力を発揮する。デゼルビはこの試合でまた三笘のファンになっただろうね。最悪の前半だったが、後半は魔法がかかった。言うまでもなく三笘のゴールのことだ。三笘がブライトンに留まる理由は理解できるが、ビッグシックスが彼に手を出さない理由がわからない。三笘とソン・フンミンが2ゴール。アジアはプレミアで遊んでいる。三笘の欠点はセレブレーションがちょっと古典的なことだけだね。つまり欠点がないってことか。ああ、彼が本当に大好きだ。今日の活躍ならこの賞賛も当然な気がしますが、やはり大絶賛ですね。そうだね。前半のあまり良くない流れから一気に試合を動かしたわけで、サポーターはもちろん現地メディアも三笘を絶賛。選手の採点では三笘に最高点の9点という評価を与え、彼のゴールには品格が漂う。パチとのいい連携から見事なつま先でのフィニッシュ。さらに、エスプピニャンのクロスから素晴らしいヘディングシュートも決めた。ベンチから強烈なインパクトを残した。とにゴールの三笘を称賛。他のメディアでも、わずか45分間の出場でボーンマスに大問題を引き起こした。この日本代表は2ゴールを奪い、彼の活躍でブライトンの結果は完全に変わった。と三笘の投入が試合の決め手となったと称賛。投入直後に勝ち越しゴールを決めてさらにダメ押しも決めてくれるんだからそりゃそうなりますよねわら。試合後、三笘がインタビューに応じていたんだけど、やはりイエルの敗戦はショックだったみたいで。前回の試合では良くない試合をしてしまった。切り替えるのはすごく難しかったんですが、そこから成長することができた。今日は良いプレーができたと思う。と語り、今後についても、強力なスカッドがありますし、お互いのことを信頼しています。これからたくさんの試合がありますし、次の試合、その次の試合に向けて準備していきます。と今日の試合を振り返っていた。三笘も言うように選手層は厚くなってはいるんだけど、やっぱり替えの効かない選手は何人かいて、そのうちの一人が三笘であることは明白になった試合だね。前半はあまり良くなかったですもんね。ターンオーバーしながら戦うにはこれから慣れが必要ですかね。しかし試合後、デゼルビ監督は、我々はたくさんの試合を戦っており、私は先発メンバーを変えてきた。パスカル・グロスやルイス・ダンクのような選手を失うわけにはいかないし、彼らを休ませるために選手を入れ替える必要があった。と EL での影響、そして試合の出来について。今日、我々は私の時代になってから最悪の試合をした。いくつかの状況で我々は幸運だった。ボーンマスは前半に素晴らしいプレーをした。後半はブライトンが良いプレーができたが、ベストのレベルではなかった。しかし、試合前から今シーズンで最も難しい試合の一つであることは分かっていた。と反省を口にした。あとはデゼルビ監督自身にも、たくさんの選手を入れ替えたが、もしかしたら多すぎたかもしれない。と自身の采配についても反省を。さっきにはなかったスケジュールだし、この辺は選手監督ともに慣れていかないといけないかもですね。
デゼルビ監督をして、最悪の試合だったという感想の前半を帳消しにしたのはやはり後半に投入された三笘らの活躍。試合後では三笘について問われると、間違いなく三笘は我々にとっての最高の選手であり、ピッチに立って違いを作ったね。しかし今日、我々はマーチを変えて苦しんだし、グロスは我々にとって替えの効かない選手だ。現状では新加入選手がグロスやギルモア、ダンクと同じやり方でプレイすることは困難だ。彼らがいないのは非常に難しい。とやはりターンオーバーの難しさを口にしている。このあたりが今後の課題になってきそうだね。新加入の選手というと、バレバがプレミアデビューを飾りましたね。デゼルビ監督がどういう判断をしたかはわからないけど、個人的には全然問題ないように感じたね。この試合では同じく今季から加入のダフードに代わっての投入だったけど、攻撃面でも守備面でもそつなくこなしてる感じがあったし、この日出場していて、今季からプレイしている選手で言えば、アディングラ、アンスファチ、ジョアン・ペドロラ・バレバも含めてまだまだ若い選手たち。こういった選手たちがチームに馴染んでいけば、EL やカップ戦などと並行して進むリーグも問題ないと思うけどね。EL の方でもまだまだ巻き返しは可能なわけですしね。ブライトンは今日の勝利により、6試合を終えて5勝1敗。未だ全勝のシティ、5勝1分けと無敗のリバプールに続いてプレミアでは3位につけている。トッテナム、アーセナルが引き分けたことでブライトンが抜け出したって感じですね。EL では悔しい出だしになったけどリーグでは CL も見える位置。ブライトンのサポーターもこの現在地には、来週のアストンビラ戦が一つの試練になる。でも今は喜ぼう。順位もだが、この攻撃力だ。6試合で18ゴール。プレミアでトップだぞ。シティ、アーセナル、リバプール、トッテナム。このトップ4に勝ちたいね。カラバオでのチェルシー戦もきっと面白いことになる。どういうスタメンなのか注目だ。というかチェルシーが少し心配だ。パレス、フラム、フォレストが全てチェルシーよりも上とはね。バレバが機能すれば守備はもっと安定する。クリーンシートで勝つこともいつかは起こるだろう。いや、失点を補うために我々はもっと点を取らないと。シティとの試合が待ちきれません。わずかではありますが、我々が彼らを驚かせるかもしれない。チェルシーに続いてビラ、マルセイユ、リバプールと続く。デゼルビがどこに優先順位を置くかが楽しみだ。とプレミア、EL に加えてカラバオカップ、そして年明けからは FA カップも加わる今季をウキウキで楽しんでるね。ブライトンサポーターさん、楽しそうですねわら。全部で勝ち進むのは難しいけど、若手も多いから、どんな内容の試合を見せてくれるのか、楽しみは尽きないだろうね。その中で三笘は昨季ブレイクした印象もありますが、今季は紛れもなく主力なわけで。チームを引っ張る、昨晩のようなプレイがもっともっと見れるといいですね。年齢的にも中堅だし、クラブでも日本代表でも同じような立ち位置。昨季は多くのサッカーファンが驚く成長を見せてくれたけど、今年はまだ成長するのか、ってぐらいの活躍を期待したいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。